ダメです。セキュリティが書き換えられています。T4K11。把门炸掉不就好了。また時間がかかるの？いいえ、今回は船のメインコンピューターが使えるので。解析終了。研究所の転送機をオーバーライド可能です。早っ！ひとまず地下3階へ向かえるか。巨大な端末があった場所。5メートル。地下3階。問題ありません。好吧，没有爆炸。転送します。我可以理解制作组为什么要这样做，因为他们没有钱做爆炸的效果，所以干脆用电脑骇客最方便。哎呦，小姐，哪位？私はラフィネ、この研究所の生物研究区画管理者です。来てください。あの子のところへ案内します。待て。なぜ我々に協力する？あなたたちが強かったから。強かった。この区画の研究員のすべてが喜んで今の研究をしているわけではありません。私たちはもうこの計画に二人を巻き込みたくない。しかし。ただここから解放しても追われ続けるだけでしょう。クロノス、連邦どちらからも守ることができる存在が必要なのです。ではこちらへ。罠かもしれん。警戒しよう。可能是陷阱。動物の凶暴か。やっぱり犯人は君たちね。私たちの研究の一環でした。あや、果然是陷阱。なぜセキュリティ装置がここで作動するようにはなっていないはず。倒して進むしかなさそうだな。行くぞ。你怎么看都是这个女的有问题呀？哦，他说所长可能察觉到他们的计划。不过这只是你单方面的说辞吧。好吧，这个游戏可能不是玩心机的，我们就姑且相信他。まだまだ隠居には早いさ。板凳会在实况 GTA 5吗？有机会的话，应该会啦。完璧に近い勝利だな。え、不对、星星在后面。哦，我知道了，那个星星就是那个这个帮助我们的人。我们是要跟着他走。急いでください。この先の部屋です。哦吼 ，boss！ 我好久没打 boss 啦，你撑久一点啊，不要被我给秒杀。これが耐えられるな。直接放大决，不啰嗦。哇，你这个废物！他有两条血，对不对？哎，不对，三条血。我刚刚打空他一条血，怎么又回满了？哎，我知道，我知道，他会回血。这个 boss 是无敌的存在啊！我打多少血，他就回多少血。哎呀，我又被坑了！还我的终结机条啊！我好不容易才累积到五哎！好吧，我不打，我不打，打人白打、啊。我要先把 NP 整下来，这个应该是要等啊，等剧情自动触发到下一阶段。追着主角打。リデルを全力でバックアップだ。小萝莉放大绝啊！趁这个时候赶快输出，再放一次绝招。耐えてみせろ。
除这个前面的无敌时间，这个 boss 真的是不够看，太弱啦。孩子，你还好吧？無理しちゃダメ。平気。助かった。リリアのおかげだ。他这一次没有昏倒哎。アルマ将軍。フリア、お姉ちゃん。将軍、所長。すべてはあなたたちのシナリオ通りということですか。君の裏切りは想定外の出来事ですよ。非常に残念だ。危険です。下がっていてください。リリアを取り返すとは見込み通りだ。ケニーを名乗るだけのことはある。フェリアもこちらに渡してもらおう。よく吠える犬は嫌いではない。私はトーラス。あなた方のおかげで貴重なデータを取ることができました。時空紋章の軌道にまさか脳内ホルモンが関与しているとは気がつきませんでしたよ。フィデルさんと言いましたか。あなたのおかげです。時空紋章、そのために。僕のおかげ、どういうことだ。つまりあのクロノス艦の中でのリリアさんの救出は全て計画された出来事だということです。そして先ほどの戦闘中、リリアさんの生体情報を監視し、彼女が紋章を使用する際の変化を測定していたのでしょう。お前は状況を理解しているようだ。船一隻分の兵士も全ておとりということか。全ては思惑通りだ。今は2体しかいませんが、時空紋章の静着に成功した個体を量産化すれば、今回のデータが実に役立つことでしょう。量産化、それがこの実験室で行われていたというのか。命を何だと思っている。何を言うかと思えば諸君、また会おう。フェリアを返せ。アルマ将軍を追うためには船が必要だ。今すぐ帰ろう。パパ、ママ。なんだって。よかった、元気そうだね、リリア。はじめまして、私はクリストフ、ここの研究員です。リリアのお父さん。父親役でした。出てきたということは情報をもらえると思っていいんだな。我々は連邦よりも優れた紋章科学技術を持っています。ここで研究していたのはその中でも最終紋章と呼ばれる時空を物理的に直接操作する紋章についてでした。時空紋章、ご存知の通り、連邦宇宙歴で16年前、クロノスの前に銀河連邦が現れました。その強大な力に対抗するため、もともと進めていたものを兵器として転用すべく、時空紋章生物の大規模な実践研究を始めました。そして宇宙歴526年、 CFNZ が強制的に成立。強制的に？ CFNZ はお互い平和維持のために合意のもとで成立したはずだ。それは連邦の強者の論理でしょう。クロノス側は受ける以外選択肢はなかった。多くの実験体が作られましたが、うまく定着できたのはリリアとフェリア2体だけでした。かわいそう。時空紋章生物の可能性に気づいた軍部強硬派は、このフェイクリードが遠方であるのを利用して時空紋章生物の研究を強引に推し進めました。それで時空紋章生物を野に放った。これまで
現地人にも秘密で行われていた実験だったのに、むしろ現地人と戦わせることで紋章発動のデータを取ると。これも全て連邦に対抗するためには必要なのだと言われ、つまりここで起きたことは全て連邦のせいだって言いたいのか。きっかけはそうだったというだけです。我々は平和的に研究をしたかった。未開惑星の人々をモルモットのように扱って平和的とは笑わせますね。分かっています。私たちも辛かった。これ以上はかわいそうで協力してシャトルでリリアを逃がしました。あのダカーフ山道に墜落した塊はあなたたちが？はい。しかし計画半ばでトーラス所長に露見し、シャトルは墜落させられました。これまであなた方とリリアから得られたデータを使ってフェリアの紋章力を全て解放するつもりです。連邦の方々の登場でアルマ将軍は焦っている。ぶしつけだとは思いますが、お願いです。二人を戦いの道具から解放してあげてください。そのカードを使ってこの星の樹陰聖殿と呼ばれる場所に入ることができます。樹陰聖殿？聖殿の採用、真の樹陰聖殿に行けばなぜこの星が実験場に選ばれたのか全てがわかるでしょう。アルマ将軍の行き先に心当たりは？そうか、情報提供に感謝する。そろそろ行くぞ。リリア！リリア、お別れだ。え？私たちは一緒には行けないんだよ。どうして？わかった。連邦に発覚した以上この研究所はもう終わり、私たちにはもうどうすることもできない。リリアとフェリアをよろしくお願いします。パパ、ママ。这个妈妈真的捏得蛮好看的。リリア。很漂亮的一个角色。転送の準備を。わかりました。只当成是过场人物有点可惜啊。前面呢有观众推荐我玩那个《一城余生四》的 DLC， 我问一下哦，那个是有剧情的吗？那剧情是在讲关于什么的呢？小雨午安。那后来还有一个人问我说，有考虑 PS4.5 推出时换机吗？其实我看不懂你在你想要表达什么，我看不太懂。反正目前对这款游戏评价如何？可能是因为我没有玩过前作，对剧情好像很难融入啊。お帰りなさい、艦長。うん。アルマ将軍の行方はわかるか？現在、長距離センサーを最大にして探索中です。探索中ということはまだ見つかっていないんだな。申し訳ありません。厳しいな。この前クロノス艦を追跡した小惑星あたりが怪しいが、それにしてもクロノスの領域は広すぎる。どんな小さな痕跡でも見つけられるといいんですが。諦めず探してくれ。了解。有观众回答说了，《一城余生四》的 DLC 有剧情。那它剧情量多吗？然后再讲什么剧情呢？因为我们知道它的结局是多结局嘛，每个阵营都有个结局。它是在讲后续吗？还是一个新的故事呢？哎，那我现在怎么只能够用走的？他又不给我传送走，应该是要触发对话。きれい、きれい。なんでここだけ？この辺りだけ情報がないのはどうして？何の反応もないなんて。 P
PS4.5 就是 PS4 的强化机。こちらをご覧いただけますか？哦，何か見つかったのか？我还真不知道。をスキャンしてみたのです。挡姿势。なんだ、おかしいな。クロノスの施設じゃないのか？これは全周波数かつあらゆる種類のエネルギー波を遮断しているとしか思えません。そんな高度なものがこの星にあるわけない。この星どころか連邦にもここまで広範囲なものは存在しません。考えていても答えなど出るわけないな。行ってみるか。賛成です。どの道、アルマ将軍を見つけるのにももう少し時間がかかりそうだ。このシールドがある以上、直接の転送効果は不可能です。しかもこの施設全体に転送を妨害する効果が及んでいるようです。そんなことがあるのか。横着はするなということだな。仕方ない、近場を見繕って転送効果し徒歩で探索しよう。了解。各自準備してくれ。これから樹陰聖殿へ行ってみよう。虽然我也不是很理解，但我在猜啦，这个所谓的 PS4.5 估计是为了 VR 做的吧，所以它强化的硬体软体可能都是在针对 VR、如果是真的，如果猜测的话，我应该是不会换，我不玩 VR。我看一下、现在是要传送到哪里去啊？前往咒印圣殿。哎呀，又是个迷宫哎，看一下多大。哎，还好哎，没有很大。左边是条进路哎，不过估计门是被锁起来的。哎呦，这个是小 boss 吗？水晶守卫。好像就是血多一点的小怪，哎，他都不攻击，这么瞧不起我。哎、你再不攻击你就要死掉咯。放几招来看看嘛。啊、我不打，我不打了。放水啦。我看过最废的小 boss， 从头到尾他也就只放出一招而已。有够烂的。これからも頼って強くなるって。少しは父さんに近づけたかな。この人が最初の。等下，他没有头哎。この地で樹陰聖殿を発見したパラフィトス様は、壁に刻まれた古代文字を解析し、それを術として消化されたと語られている。天才ですね、天才。ここで行き止まりか。ああ。ここが樹陰聖殿の最奥部だ。館長、何か見つけたのか。電磁波です。つまりここには電気が流れています。電気、珍しくも何ともないだろう。ここはフェイクリードです。そうだった、すまん。クロノスの研究員から受け取ったカードを出してください。密门。ビクトルはこれ知ってた？いや、私も今驚いてる。なんかいかにも罠っていうか怪しさいっぱいですね。メディア、待って！冲第一的居然是这个小萝莉。哎，怎么顿了一下？要切换场景吗？等一下，等一下，怎么回事啊？何なのここ？门后是一个完全不一样的世界。
啊，打 boss 了吗？这个舞台就非常适合打 boss 哎。館長、ここは不自然です。ああ、ものすごい違和感だ。地下空洞というより、大気のない小惑星の上にいるみたいだ。リリア！リリア一句話都不吭。フィデル。あ、讲话讲话。ここ知ってる？知ってる？小萝莉别跑。どういうことだ？小萝莉别跑。可恶，他有穿灯笼裤，什么都看不到。遠くから見たのとはだいぶ印象が違う。こんなものが樹陰聖殿の地下に。館長、これは。ああ、映像でしか見たことがなかったが。リリア、気をつけろ。これは。見せてくれてありがとう。全部思い出したんだな。私は普通の人間ではなかったのね。私は人工的に作られ、人殺しの道具として使われる人生のはずだった。それがどうした？え？不幸な生まれ方をした人なんてたくさんいる。リリアよりもっと不幸な人だって。大切なのはどう生まれたかじゃない、どう生きるかだ。主角将来一定会是个好爸爸。ありがとう、みんな。太会说话了，有没有？私にはみんながいてくれた。でもお姉ちゃんには誰もいない。私はお姉ちゃんを助けたい。それにはみんなの力が必要です。お願いします。私に力を貸してください。早く行くぞ。助けるんだろ、フィリアを。絶対に。玩到现在，大概摸得出这个游戏的脚本啊，有点像童话故事般美好，有没有？クロノスがフェイクリード4号星を選んだ理由がすべて理解できました。ここがなぜこの星にあったのかはわかりませんが。その話はここを出てからにしよう。さっきからコミュニケーターが一切機能していない。そうですね。あのシールドですから、転送どころか通信ができなくてもおかしくありません。外に出るのを優先します。等一下，我突然发现一件事情，这边没 boss 打、啊，真的假的？你要浪费这么好的场景，没有 boss 给我打、啊，就这样子走啦、啊？哇！你花这么多时间设计这张地图，结果一个过场就没啦、啊欸。那现在是要怎样？直接传回去可以吗？エマソンだ。館長、どこに行ってたんですか？シグナルロストしたので焦りましたよ。例のシールドの中だったんだ。転送できそうか？ダメです。引き続き妨害されています。できれば早めに転送可能領域に出てください。どうした？センサーがクロノス艦を捉えました。12時間以内に接触します。アルマ将軍の船か？それは分かりませんが、別の艦艇の可能性もあります。分かった。急いで戻る。エマーソンより以上。緊急事態か？クロノスの艦艇が近づいてきているらしい。急ぎますか？そうしよう。你挡住路，我过不去啊！哦、不对，那是另外一边啊，不好意思。我看一下，应该是不可以传，对不对？尝试一下。果然，所以呢，我们只能够乖乖的往回走啦。
所以刚刚那个废物其实是 BOSS， 你是说那个水晶守护者吗？估计是，真的蛮废的。好啦，出来了，那应该可以直接传送喽。